皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、なぜ幽霊は服を着てるのか、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。本当におっしゃる通り。幽霊の服って本当の服じゃないでしょ。心のありようが死後の世界を形成するわけで、死者の目に映る風景や手に触れる物質全体が、今までに死んだ方の多くの想念によって形成されたものだそうです。服だって身にまとう人の思い一つでいくらでもチェンジできるはず。ここにこんなものがあるはず、という思いがその物体や風景を作るらしく、身の回りのものならより簡単らしい。そうすると幽霊本人がこうありたいと思う美しい姿で現れるのも、ものすごい怖さで現れるのも可能ということになるか。だったら美しい姿で現れろやっちゅう話なわけで。それにしたって白い着物を着ている幽霊って多くないか？自分が死んでも白い着物なんて思い浮かばないと思うけど。ましてや身の回りに白い着物なんてほとんどないしね。あなたの言うことが正しければ。お決まりの幽霊は江戸時代以前のものだね。観察する側のこうなんだろうって思い込みのせいでしょ？幽霊見ても、これは裸の可愛い女の子なんだ。って強く思えば怖くないし、たたりなんてないと思えばたたらないよ。きっと、亡くなった時着ていた服装が多いみたいだよ。葬式の時は白い着物じゃなかったっけ？葬式の時は死んだ後だろ。そういや全裸の幽霊って見たことないなぁ。それはおかしいな。全裸で死んだ人もいるだろう。死んだ時の格好で出てくると仮定したら、全裸で死んだ人は恥ずかしくて出てこれないんじゃない？俺なら絶対に出ないな。結局幽霊も全裸では恥ずかしいのでは？例えば人を殺しに行くのに裸で行くやつはいないだろう。どんなに恨んでも呪っても羞恥心は残っている。そこで、意識するしないに関わらず衣服も物質化しているんじゃないかな。死後棺に入れられる時に着てる三角のやつ額につけた白装束の幽霊ってのよくあるけど、あれはいつ着替えたんだろうね。死んだ直後は自分の洋服着てるはずなのに、まあ漫画やアニメのお約束だろうけど。幽霊だって衣装くらい持ってるし時には化粧もするよ。幽霊の中の人も大変だな。幽霊の衣装や化粧がギャル系になってくると、近頃の霊界は、などとお岩さんが嘆いたりするのだろうか。霊ってどれぐらい現世に留まれるんだろう。俺はできれば地球の終末を見届けるぐらいまでフラフラしてたいけど無理かなぁ。あと40億年くらい待たなくちゃダメなんだぞ。やっぱり自分でイメージした通りに好きな格好ができるってのがいいなぁ。俺らだっていずれ霊になるわけだし。年齢とか外見変えられるなら、生前ちょっとできなかったような格好もできるかも。自由な服装が選べるのなら、俺が死んだら落ち武者の格好した幽霊になって生きてるみんなを恐怖のどん底に落とし入れてやりたい。兵隊さんの幽霊も考えると不思議だな。軍服と装備意識で出てくる。でも裸で出てこられても困ると思わないか？たとえ若いお姉ちゃんでもさ。日露戦争当時、満州の戦場では不思議なことばかりあったそうな。ロシア兵は、日本兵のうち黒服を着ている者は撃てば倒れたが、白服の兵隊はいくら撃っても倒れなかった。ってことを証言してたんやけど、当時白服を着た日本兵などは一人もいなかったらしい。女幽霊はなんでか髪が長く白いワンピか白い着物の姿が多い。貞子は割かしいい女だから裸で出てきたら確実に襲うな。成仏するしないってのは幽霊本人の意思でどうこうできるものかね。例えば、
俺はもうしばらく現世で幽霊やりたいから成仏せんよとかできるんかな。それを邪魔するのが坊さんの仕事です。先日お彼岸の頃、雨の深夜にハーフコートにスラックス姿の女性の幽霊を見たよ。髪はショートで年齢は50代後半かな。傘は差してなくて、大きな花束を持っていたのよ。よく見るとお葬式で喧嘩される大輪の白菊のようだった。瞬間移動でついてきて、忽然と消えた。見たのは横浜の大通り公園。服とそれに付随する小物類ぐらいならイメージの具現化ができそうな気がする。さすがに車とか家とかは無理だろうけど。いや、何人か集まればできるのかもしれないな。幽霊船とか幽霊屋敷とか。たまに才能ある霊が単体で街の幻を出したりすると。できるのならば死ぬのが楽しみだ。恨みを残して死んだ奴が相手を呪い殺したとして、殺された方も霊になるじゃん。すると霊同士の喧嘩になるんじゃないのか？復讐されないのかな？それともすっきりしたら行き違いで呪った方はどっか行っちゃうから会わないとかあるの？どこ行くんでしょう？消滅するのか？小学生の頃、自宅台所で窓の外に立っている尼さんの幽霊を見たことがある。白いかぶり物をして、眉は中世の女性と同じく剃ってありかき眉。切れ長の一重で紺か紫の着物を着ていました。光沢からして絹に間違いない。もともと高貴な女性が出家したような感じで、お雛様のような美人。しかしなんで我が家の台所の前にいたのか不明。夢で死んだ祖父が出てきた時は、病院でよく着ていた寝巻き姿だった。見てみたい。このスレ読んでて幽霊生活も悪くないと思いました。終わり。